ちらが今日の本拠地となります。情報発信するには電波がもう完全ない状態です。だからそれをつけると思って準備のためにそこに置いただけだから、うん、そんなバカじゃないよ。こんな感じで設置して、もうね、設置してる最中からバンクベッドの充電っていう紙が見えたみたいで声かけてくれましたね。で、場所もここ貸してくれるということで、こちらで充電をさせていただこうかと思います。はい、 Wi-Fi 用の電波が完全にないのが、このバッテン印が初めて見るのでちょっと不安な感じです。ただいま車内で発電機を使っております。車内の、ベンチデータ止めようね。今この聞こえてる音が、これが発電機を稼働してる時に室内で感じる音ですね。今ちょっとこれ、台風15号の被害に遭われた千葉県の電源がまだ停電5日目でも電源が通知でないっていうところで、炊飯器をねお預かりして順番に炊こうという作戦でございます。ね、発電機普段は使える場所が本当に限られてほぼほぼないんですけども、こういう時は強いよね、発電機ね。手助けになってきてると、手助けに慣れてると思います。はい、日中はねこんな感じですけど、停電4日目の夜が昨日終わって今5日目の朝です。夜になるともう全部やっぱ真っ暗になっちゃって、電源もないから、そうよね、真っ黒ってことだよね、まあ、電波もないしっていう感じだそうです。幸いなことにね、水は出てるっていうことなので、まあ、熱中症対策はおのおのできてるみたいで、こちらのエリアはね、大変ですね。やっぱ他県ナンバーでちゃんと応援車が走ってますね。わあ、すごい続々と来てる。今何台来た ?8 台ぐらい、すごい。あ、そうだね、練馬ナンバーだから仲間か。早くつながるといいですね。手前の青い屋根のお家の奥にブルーシートがちょこんって見えるかな、見えるかしら。こっちの上の家、ピントが合わなくなっちゃうんですけど、この上のブルーシートがちょこんとあるうちね、これ私たちが到着した時はまだブルーシートの用意もされてなかったんですけども、今ね着々とブルーシート貼り作業が行われております。はい、なんとか市平塚の区民センター近くで駐車場貸していただけるお宅があったので、うん、こちらでも、このちっちゃい集落だからね、集まれる3時間ぐらい、こう2、うん、3時間か3時間か、まあそうね、3時間行くか行かないかぐらいの時間ね。この集落の人たちの携帯充電と炊飯器、うん、炊飯器炊けたのやっぱ大きいね、はい、大きいね、うん、炊飯器炊けると大きいんですね。あったかいご飯食べれるよって言ってくれてるから、やっぱ、うん、大きいよね、うん、あと、うん、今日停電がもう5日目になるんですけど、5日間電気がないと食料的に必要なものは缶詰って言ってましたね。あ、本当、うん、要はおかずになるもので保存が効くもの、あ、缶詰大事だねって。最近缶詰たま、あの頼ってないけど、うん、缶詰大事っていうことでした。と、昨日の4日目っていうのが、
4日間電気が通らないとちょっとマジかっていう気持ちが大きいみたいですね。3日目まではもしかして明日復旧するかも、もしかして復旧するかもと思ってたけども、昨日しびれを聞かせて、そう、あの携帯の充電器買いに行ったっていう方もいましたね。うん、Wi-Fi用がすごすぎるんですけど。どういうこと？勝ってるね、ここでね。ね。うん。やってしまいました。ちょっと高さがやばそうな倒れてる木のところぶつけて割っちゃった。ゆうちゃんごめんねっていう感じの。古いのもあって余計割れやすかったんだろうな。ゆうちゃんごめん。ただいまの時刻11時49分現在、ここを通ってますが、もうすでにガソリンがないそうですね。みんな困るね。売り切れちゃったな。うん、売り切れだね。でもあの電気は通ってるので、うん、とりあえず何明かり電、うん、明かり明かり、まあまあ電力があればまあいろいろできるからまだ安心だよね、うん、そうだね、水も通ってるっていうことだから、うん、とりあえずガソリンだけですね。多分あの一番ひどいってテレビ報道されてるところ、この中の一つだよね、されてるのか、ちょっとテレビリアルタイムでねためになるのがね、テレビよりもツイッターの皆さんのツイートの方がためになるっていう、結構その情報をもとに私たちも今回あの動く場所を決めてるので、屋根がまるっとない、そこ。ああ本当だね。ああこっちも屋根がないですね。こっちもこっちもだけど、そっちもだし、あっちもみたいな感じです。鋸南町のホタだ。ホタのどこかにいるんですけど、駐車場開放できるような場所が少ないみたいで、コンビニかスーパーさんの駐車場しかないっていうことなんですね。ここの駅は稼働してますね。この奥のセンターでは物資とかもろもろ充電とかもできました。割られているみたいです。浜金谷駅では物資と充電ができます、うん、でここの手前、この金谷駅の手前だから、この青年館側なんかは最初はやっぱ電源ついてなかったけど、今は電源ついてたからどんどん順番についてはいると思います。はい、1箇所で長時間大規模っていうよりも小規模で本当に5人10人ぐらいの集落っていうの、うん、でちょっと点々としてる感じですね。ただいま道の駅保田町にいます。この先の倒木しちゃってる地域とか回ってきたんですけども、ようやくテレビ局さんがここまで入り込んできてくれてますね。はい、やっぱここは信号はついてないですね。セブンイレブンももちろんついてないからやってない。ガソリンスタンドも一応人はいるね。うん、あ、さっきついてなかったセブンイレブンが明かりついてる。そっか、うんうんうん、やっぱ電気が少しずつなんだね。うん、やっぱね順番にはなっちゃうけども、徐々に状態が変わってきてますよ。ということで、もう燃料もだいぶ底を尽きてきちゃってるので、東京に向けて真面目に戻ります。寄ったとしてもあと1箇所寄るか寄らないかぐらいかな。まあそうね、1箇所2箇所、うん、はい。ここのエリアは17時過ぎ現在でお水もなくて電気が通ってないそうです、まあ、この辺はまだやってないですね、うん、この辺はこの辺です。うん、さぬき
駅の交差点を左折して君津じゃなくて富津の方に今向かってるんですけど、この辺はね電気戻ってきてますね。よかったね、こうちょっとずつでも電気ついてるエリアが広がっているのは。うん、さぬき町駅、あれここ信号ついてないな、あれはい、こちらのセブンイレブンはここですね。富津市役所周辺はやっぱあれね、市役所周辺は戻るのは早いね。はい、大堀亀下交差点ですね。もうここはだいぶ多分このファミマに止まってる車の台数を考えると、さっきのコンビニと同じようにおにぎりパン入荷しましたっていうことで、多分他のものはまだ入ってきてないんじゃないかなと思います。ちょっと今撮れなかったんですけど、君津の方ね、やっぱあの何電気作業車、工事車両車、この辺もまだあれですね、暗くなってるけども作業されてました。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、かっちゃんです。むっちゃんでございます。この度ですね、私たち何の計画もなく千葉の台風被害に遭われた地域に入ってきてるんですけども、あのね、大切なお知らせと感謝をお伝えまずしたいと思います。はい、そうなんです。はい、私たちがですね、現地はやっぱ電波がないっていうことと、いろいろな事務処理手続きができないということで、ツイッターではマロチャヌさんに代表してもらってカンパの窓口をね設立していただきました。はい、マロチャヌさんありがとうございます。ありがとうございます。そして本当にカンパいただいた皆様、本当にありがとうございます。ありがとうございます。もう個人でね勝手に動いていることにもかかわらずご協力いただき、うん、本当にねありがたいの一言です。もう本当にありがとうございます。で、あの物資は全部売り切れてしまって、そうなんです。ガソリンは幸いまだあるので、はい、とりあえず帰りの分のガソリンだけ残して、うん、基本これ今携帯の充電、そしてあの Wi-Fi 王さんがご協力くださいまして、私たちのあの普段使っている Wi-Fi をもうフリーで、うん、無料開放させてもらってます。させていただきました。やっぱりね、昨日なんかも4日ぶりに連絡がついたって言っても、電話終わった途端電話しながら泣いてらしたよねっていう方もいたりして、もう本当にそんな状態でございます。とりあえずできる限りのことはしていこうと思うので、とりあえずお礼が遅くなってしまいましたが、乾杯いただきありがとうございます。本当にありがとうございます。ではね、またあの次のツイートなり動画なりでお会いしましょう。うん、本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。もう少し頑張ります。